2020年、今年のシマノですね、ステラ SW が、追加機種がまた発売になります。従来の、ね、8000から1万4000が、昨年発売になったんですが、今回は、ちょっと小型と大型、4000、5000、6000それと1万8000、3万と、その前後のところが新しくラインナップに加わります。4000番、5000番、6000番は、シーバスからあとショア青物、あとはオフショアで言ったらカツオシイラとかね、そういったライトな青物とか、あとはショアからの青物でキャスティングで使いたいという方も非常に多いと思います。それとやっぱりこの大型の1万8000、2万、3万これはねやっぱり夢のサイズですね。もう一緒に1本でやるかどうかっていうそういう夢を取るための道具でもあるんですが、大型のヒラマサ、GT、あとマグロ、カジキなどやっぱりもう明らかにでかいものを、狙うとき、もう100キロ、200キロを狙うときにはもう3万番というやっぱりスペックが必要になってくると思います。1万8000、2万は、通常キャスティングしながら狙うことが多いんで、ヒラマサ、GT が、あとはマグロで言ったら100キロぐらいまでのマグロは1万8000番、2万で十分いけると思います。特にやっぱりヒートシンクドラグ、長時間走られても熱だれしない中の気候と、あとはそうですね、インフィニティドライブ、これはですね負荷がかかった時に、より軽くスムーズに巻ける気候になってます。だから大型かかってね結構そのしんどい思いをした方いっぱいいると思うんですけど、そういった方でも楽に、余裕を持ってファイトができる、リールが巻いてくれるんでかなり楽になったと思います。あとはやっぱりドラグ力です。1万8000、2万が最大値が28キロ、3万番に至っては25キロと従来のものよりも大幅にドラグ力もアップしているんで、さらにね今まで取れなかったあの魚、こういう魚を取ってみたい、それがでかいんですよっていう人にはもう明らかに、ステラ SW、1万8000、2万、3万と、使っていただければいいんじゃないかと思います。逆にショアからの大物を目指して、マダイ、ヒラマサ、ブリ、ヒラスズキとねそういった大型の、これもねまた夢のある魚を狙う方にはやっぱり4000、5000と、6000とね、番手あとギア比も、いっぱい出てますんで、ぜひ、いろいろ使い分けて、使って大きなものを、キャッチしてください。よろしくお願いします。